はい、こんにちは。ファミコン実機でのドラクエ4実況を始めますよ。てか初見実況ですね。でね、1から3プレイしたんですけれども、話がね、繋がってたんですよ。で、4はね、全く別の話になってるってことで、どんなストーリーになってるか楽しみですね。ゴー！ユージ・ホリー、アキラと山。あ、鳥山先生亡くなられましたよね。ドラゴンボールシリーズとかね、大好きやったんやけど。ほんとショックで。4がキラキラしてるけど。で、3にはね、こんな演出なかったんやけどね。4になってから知らんけど、ROM 容量、余裕ができてたりするんかな。もしくは技術的な問題かな。もう、明らかにクオリティ上がってるもんね。いつのゲームなんかな、ドラクエ4って。確か、さっき90年にやったっけ、ちょっと取説今見てるんやけど。書いてなさってかな。まあ、いいか、進めるか。はい。冒険の書。名前はいつも通りやな。クロローグ、尻尾だから、クロローで。相変わらず点々と丸は、一文字分取るやな。性別か。どうしようかなー。スリーがね、男性主人公選んだから、女性主人公を選ぼうかな。早い。第一章、王宮の戦士たち。ここはバラモンドという小さな国の王宮戦士の物語。ほう。ライアン、つまりあなたもその王宮戦士の一人でした。ある朝、王様は戦士たちを城の広間に呼び集めました。ほほほほほ。これら王様からそなたたちにお話がある。なんちゃらかんちゃら。皆の者楽にしてよいぞ。最近子供たちがいなくなるという噂はお前たちも聞いておろう。ほう。今朝もイムールの村より母親たちが涙ながらに訴えに来ておる。この国の王としてもはや放っておくわけにはいかぬ。事の真意を確かめこのわしに報告せよ。行け。戦士様、どうか私たちの子供を探してください。探し出してください。あの子は生きてますよ。私にはわかりますわ。任せとけ。なんかこう、トラブルが起きてるみたいだね。ちょっと、速攻で話したでけ。調査に行くのもあれやけ。ちょっと話聞くか。街で薬草買ってくる。はいはいはい。あ、ごめんね。ごめんね。ちょっと情報収集したいんだ。こっち側は？ちょっと歩くの早くないか？うっせえよ、情報収集センター。あときついやろ。あれ、なんか行ったらしいね。ちゃんと情報収集せんとね。ゾウマに光の玉使うとかで分からんからな。まあ、この前の俺やけどさ。ライアン様どうか他の戦士たちを送るためにこう、なんかみんなせかすな。めっちゃせかすやん。前は夜しか出なかった魔物が昼間でも出るようになったとか。物騒な世の中ですわい。夜と昼の概念ってやっぱ好きから引き継いでんのか。私たちはイムルの村からやってきました。戦士様どうか私たちの子供を探し出してください。あ、さっきの人ね。ちょっと歩きと歩きの間がねえな、こいつら。一生歩いてるわ。
や、気になることがあってな、ちょっと調べているんじゃ。もうなんや。教えてくれよ。あたあた聞きに来る。いや、あたあた聞きに来るか。街の外に出て歩き続けると、やがて夜になりましょう。ほほほ、やっぱり引き継いでるんやね。夜と昼の概念。ちょっと2階行ってみるか。あ、広いな。誰かおる。近頃空を眺めていると、胸騒ぎがしてならぬ。悪い予兆第六感的に感じてるかな。この廊下は何のためなのかな。あれか、監視のために2階からこう見れるようにしてるのかな。あれ、王様裏ボタンあったよ。あ、セーブかな。この王様は立派なお方です。はいはいはい。あ、なるほどね。祈りを捧げ、冒険の書に記録。はい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 。なるほど。進展し、全く何もしてない。仕事もしてない。出入り口付近の人に話を聞くぐらいかな。怪しいものは一歩たりとも通しはせぬ。はいはい。本にいつ見ても立派なお城じゃろう。私もお城の戦士になって見たいものじゃ。どうじゃろ、連れて行ってくれるか。はい。ん？来てる。ゆっくり歩いてきてるのか。え？ついてきてないな。はい。あいつ来る気ないんかい。お前らが邪魔や。これ家を選択したらどうなるかな。素直やな。行き止まりか。城下町か。人が良くて、この国は税金も安い。しかしその分武器や防具にはあまりお金をかけられない。はいはいはい。ほほほほほ、なるほどね。基本の木を教えてくれてる感じか。はいはい。あ、セーブポイントとか呪いとか解いてくれる感じかな。私はフレア、FF の上級魔法かな。夫のアレックスが旅に出たまま戻らない。はい。旅先でもしアレックスを見かけたら知らせてくださいまし。何を？ああ、この人に知らせてって。なんもないな。おやどやか。イムルの村に行けば何かわかるかもしれませんね。この町出てまっすぐ歩くとこやったっけ。このお城から西の洞窟を抜け、海沿いに行くとイムルの村。はいはいはい。それで、びっくりした。
商人か。装備してるか、銅の剣顔のような。なるほどね、これは弱いな。ライアンドの知っとるか。何を、扉には鍵のかかってないものもあり、鍵なしでも開けられるはず。はいはいはい。おー、じゃあ扉があるからといって鍵がないからみたいな感じで逃げんでもいいのか。試すか、これ。間違えた。扉がある。復活してる扉が。なかったよね、スリー。怪物だって街の中では、までは入ってこれますよ。でもだったらどうして子供たちがいなくなるんでしょう。何かおかしいものですか。だったら、お買い物ですか。だったら店の外に出てテーブル越しに話しかけてください。ごめんな、中に入ってきてから。子供がいなくなるってこと。でも僕はもう子供じゃないから大丈夫だね。大丈夫大丈夫、お前は大人や。こんなもんすかね。ドラクエシリーズって井戸って入れんもんなの。はいはいはい。レベル1でその洞窟抜けれるもんなんやろか。セーブしとくか。はいはい、お祈り。なんだこれ、懺悔的な。縦笛って何や。これのどこが縦笛に見えるんや。怪しいものを見つけたらお城までバトランド。戦闘始まった。これが3、まあ4の戦闘曲か。誰かおった。誰や。さっきの調査員かな。ほらや、私もこれからイムールの村に行くところなのだ。こっちで合ってるってことやね。こっちのルートは。そろそろ回復するか。やっぱり8個しか1人当たり持てん感じかな。
アイテム40ゴールド。どうしようかな、一回登ってみるか。おお、そういうことか。ここがゴールド。ちょっともうちょい探索したいわ。じゃあまたまっすぐ村に行くか。どこにあるんやろな。なんか塔があるわ。絶対後で行く感じやなこれ。あ、村すぐ近くやんか。看板見ていくか。ダイヤの手札を読む。読んだ。森の中では遊ばないように。こんにちは、ヤヤ戦士様、ようこそイムルの村。着いたね。とりあえず話聞くか。おお、どうか私の子供を。あの子は私の目の前でパッと消えるようにいなくなったんです。パッと消えるように？おお。どういうことだ？学校。元気やな。はい。やだやだ、僕は絶対捕まんないからね。先生の話聞きたいけど。ここで聞くか。はい、お待ちなさいったら、ああ、もうその子を捕まえてくださいな。簡単や。捕まえたわ。勉強の邪魔しないでよ。おじいちゃんまで、あっくん、ごめんね。授業中かな。いなくなった子供。宿屋のプル。うん、知ってるよ。ルプルはお空に飛んでった。飛んでったの？消えたんじゃなくて。なんだ、ルーラでも覚えてんのか？どっちかっつったら足ルーラされたのかな。おじちゃん戦士様だよね。かっこいいな。せやろ？僕も大きくなったら後ろの戦士になるんだ。いいね。俺は戦士殿、よくぞ参られた。が、今は授業中。ごめん、ほんと。ごめん。あ、夜に行きますね。この人の話聞いてないな。調査員かな。いや、ライアンではないか。お主も、イムルの村にやってきたのか。私はこの地の西にあるという塔が怪しい。なんかあったな。あの塔にどうやって入るのか。確かにね。水の中にあったっていうのは違うな。池の中の陸地にあったみたいな。そんな感じだったもんな。この村の牢屋にいる人は塔を盗んで捕まった。記憶をなくしてるらしくて。心がすっかり子供に戻ってるんですよ。よっぽど怖い目に遭ったんでしょうね。大人が被害者に遭ったときも。牢屋？こっちかな。なんでもないところついちゃった。ちょっと調べるか。ねえ、おじちゃん出してよ。僕はお腹が空いたからパンをもらっただけなのに。子供に戻ったな。ふふ。武器屋と、道具屋か。ここは？あ、道具屋ね。オッケーオッケー。
ちょっと夜になってからちょっと先生の話聞いてみようか。じゃあ夜になったら、夜なのに子供がおる。地下の牢屋にいるおじちゃんはアレックスって名前らしいよ。僕たちと仲良しだった。ああ、なるほど。もう子供に対抗したから、もう子供と同じ目線で喋れるってことか。今事件のことを話しておったのです。私たちはどうも子供たちが隠し事をしているような気がしてならない。はいはいはい。校長先生、いつの時代でも子供たちは子供たちだけの秘密を持ってるものですわね、先生さん。ほう、子供たちだけで何かやってるってことか。じゃあ、チカロのやつも無理じゃないかな。待て待て待て、お前。目の前で子供が消えることなどあるのだろうか。消えてんのか飛んでいってんのかようわからんな。ファイトボール。この村の牢屋にいる人は、はい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 、同じこと言っとんな。ここの人だ。アレックスちゃん、また明日遊ぼうね。アレックス、完璧子供のお友達やな。あいつからいろいろ情報引き出せそうな気がするんやけど。ドア閉める。話せる人が、怪物が襲ってくるよ、怖いよ。使えんな。何回か話しかけてみようかな。ダメだ。次、塔に行けってこと？あ、ちょっと HP 回復したのか。行きたくても行けんしな。なんか急に詰まったぞ。全員と話したと思ってるんやけど、とりあえずセーブするか。緑。ねえ、どうすればいいんだ。確認するか。あ、そうよな、行けんよな。なんか船かなんか、船っつってもな、海とつながってるわけじゃないし、ちょっと折りたたみカヌー的な、あの FF1 みたいな、ああいうやつがないといけんのかな。もしくは橋を作ってもらうみたいな。積んだわ。何すればいいのかな。もう一回ちょっとこいつの話聞くか。ほう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 、ダメだ。あ、王様に報告行くか。行ってみたらこういう状況でしたみたいな。
すぐにどこからったんやけど、もうバブルスライムがもうすでにおったわ。毒の治療助かる。お金取るんかい。あ、この曲聴けるんや。したいけど夜やもんな。あ、宿やりかな。あ、その前に夜に話しかけてね、いろんな人。ほうほうほう。あ、そっか、この人の旦那さんか、さっき子供になった人。残念。は好きなんだ。いい加減諦めてこの私と再婚すればいいな。なんか知らんけど。どういう関係？旦那さんめっちゃ待っとるけど、今彼が家に、しかも夜にもう泊まり込んどるっていう謎の状況。で、夫のアレックスが盗みを働いて夜の村に、聖司様、夜の村まで連れて行ってくださいませ。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。あ、これで合わせればなんかイベントが起きるって感じかな。ちょっと待ってよ。すぐにね、旦那さんの元に連れて行きたいっていうのも山々やけど、ちょっと情報収集な。近くの魔物どもが力をつけてきたような気がするんだ。どこかで良くないことが起こっているのかの？それっぽいな。お城行ってみるか。ん？あれ？扉？どけ、そこをどけ。こっちに来たかったのか。ごめんな。お前まだ調べ物やっちゃったのか。近くの天候はもうその昔魔物たちが荒れ狂った時代にそっくり。じゃあもう大概な状況になってるって話か。夜も眠れなくて、センサーをどういいか、なんかどうかどうか。あの宝箱なんなんやろな。まためっちゃ鍵を探すゲームになるのかな、ドラクエ4。寝るぞ寝るぞ。人間やっぱり寝るときが一番幸せでござる。ござる？侍？まあなんの情報もなかったら村に戻るか。で、村に戻ってから、ね、旦那さんと行けばなんかわかる気がする。連れてきました。あなた、あなたなのね。おばちゃん誰？お姉さんと言いなさい。私がわからないの。あなたの妻はフレアよ。てん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 。FF の高級魔法みたいな名前しとるな。ほら、これでも思い出せない。パフパフパフ。急にパフパフ出すなよ。フレア、そうよ、私は。全く俺としたことが怪物どもに襲われ恐怖で子供帰りしたらしい。そこの戦士どもどうもありがとうございました。あ、そうそう、これは子供たちから聞いたのですが、村の縦札から南に4歩、東に4歩と
ところが秘密の遊び場。ほうほうほう、やっぱりこいつから情報取れるな。何かあるのかもしれぬ。ぜひ行ってみてはどうだろうか。お気をつけて、新さん。行ってみるか。その前にセーブ。ここは1本目で数えていい。0本目。こっから1、2、3、4本になる。おいでよ。なんだ、貞子か。なんかあるわ。お？なんだここ。なんだよ。秘密基地かな。しかもどこでも歩いちゃったな。急なホラー展開だ。あー、さっきの出口か。こっからよじ登れんもんな。こっちへおいでよ。指示語がね、わかりにくいんだよ。まっすぐ行けばいいのか、左に行けばいいのか、わかんねえ。こっちは帰っちゃう。切り身からさっきの場所に降りるってことか。エンカウントせんのかな。どっちや。指示語使わんでくれんか。そっちじゃない。ほんとか。ごめんなさい。本当でした。どっち。いや、道しない、やめれない。おいでよ。じゃあさっきの階段何やったんや。なんかエンカウントせんみたいな。そっちじゃない。気になるな。いや、本当に違うわ。エンカウントするんかい。何これ。やばい、強い強い強い。レベル4じゃきついのかな。レベル上げしてコントいくんやって感じかな。ちょっときついわ。いや、このフロアがエンカウントする場所って可能性もあるしな。くそー、薬草なくなってるわ。使い果たしたか。普通に連行するよ。いや、これ薬草を拾うことはね、拾って落ちてることを祈るしかない。どっちや。どっちじゃない。やられた。どこからともなく声が聞こえる。導かれし者よ、まだ死ぬ時ではありません。その後に再び命を与えましょう。さあ、お願いをお分けなさい。ちょっと待ってね。やっぱりお金半減してるな。いや、さっきのところさあね、装備も初期装備やしな。ちょっと装備整えていくべきか。次回でしょうかな。次回はね、ちょっとレベルとかお金貯めて、レベルもいくら上げとこうかな。それで装備を整えて、
作曲を作っています。では、ご視聴ありがとうございました。